国のシンボルとして国旗が掲げられる。各種宗教のシンボル。シンボルは記号を分類した一つの種類である。その厳密な定義は一つではないが、記号のうちその対象との関係が基本来的、印然的であるものがシンボルとされる。象徴記号と訳されることもある。シンボルの語源は古代ギリシャ語のシンバロンに由来し、シンマイナスが一緒にボールが投げるや、 飛ばすを意味し、合わせて、一緒にするや、二つに割ったものを付き合わせて、同一のものと確認する、ワップや、合言葉を意味する。記号論のソチャールズ・サンダースパースによれば、シンボルは記号のうち、約定性により、対象を表すものとして定義される。シンボル以外の記号には、イコンとインデックスがある。イコンは、類似性により、対象を表す。つまり、 対象そのものをかたどった記号である。インデックスは因果性により対象を表す。つまり対象と時間的、または空間的に結びついたものを使った記号である。それらに対しシンボルは書き手と読み手の間の約束時による記号である。純粋なシンボルは記号自体にはイコンやインデックスのような対象を表す要素はない。ただし実際のシンボルには イコンやインデックスの性質を合わせて持つものも多い。典型的なシンボルとして言語がある。旗や紋章なども基本的にはシンボルである。記号を特定的、実践的なシグナルと普遍的、関連的なシンボルとに分けることもある。会社、団体、個人、作品などを象徴するためにシンボルが使われる。家紋、文章、ロゴマークのように特に シンボルとなる記号または図柄のことをシンボルマークと呼ぶ。例えば、刀が武士のシンボルとされるように、あるものから別のあるものへと思い起こされるもの。また、企業を表すために、ニューヨーク証券取引所で採用される3文字の記号からなるティッカーシンボルのように、そのための特徴的な図案、衣装のようなものをシンボルとして用いることも多い。 地方公共団体、企業、学校、大学、スポーツ、国際見本市、国際会議などでは、シンボルとしてのマスコットキャラクターが採用されたり、学生を選ぶコンテストが行われたりすることも多い。この節では、コンピュータ科学や関連分野における専門用語としてのシンボルを解説する。これは、人文学分野におけるシンボルとは意味が異なるため注意を要する。 ここではシンボルとはデータに含まれる一塊の記号やプログラミングで用いられる名前のことであり、その名前から実体のデータを得るデータ構造をシンボルテーブルという。例えばコンパイラはソースコードからオブジェクトコードを生成する際、関数であればその実体を構成する一連の機械5命令列だけでなくその関数の関数名からそれを指すシンボルを シンボルテーブルに追加する。ビルドプロセスでは、コンパイルの次のリンクの段階で、リンクが複数のモジュールから、それぞれのシンボルテーブルを参照し、実行ファイルやライブラリーのリンクを解決する。近年のコンパイラが複雑な方法を用いて、シンボルを生成することに関しては、名前就職を参照されたい。リスクや、その影響を受けた、スモアルトックやルビーなどにあるシンボルは、 インターニングされた文字列である。また特にリスプでは、その処理系における伝統的な手法の一つである、シャローアクセスの実装においても重要である。人工知能分野では、1990年にスティーブン、ハーなどが、ザ・シンボル・グラウンディング・プロブレムで提起した、シンボル・グラウンディング問題などといった話題に代表されるシンボルがある。ここでのシンボルとは、 コンピュータによる情報処理システムが扱っている符号化された情報といったような意味で究極的にはチューリングマシンがそのテープに読み書きする記号のことでありそれを自律ロボットのような人工知能システムがいかに意味に結びつけものごとを理解させるのかといったことが論点である情報理論では情報源アルファベットや符号アルファベットのもとをシンボルというありがとうございます